阪神淡路大震災を経験していない世代が震災について考え、その成果を発表するイベントが神戸市で行われました。この若者たちの阪神淡路大震災 U25 プロジェクトは、震災後に生まれた世代が映像やアートなど様々な切り口で当時のことを学び、後世に伝えていこうというものです。去年の6月から始まった U25 プロジェクトでは、市内の高校生や大学生16人が震災の被害が大きかった長田区などを訪ね、取材を続けてきました。これまでの成果を披露する今日のイベントでは、プロジェクトに参加した学生らの活動を追ったドキュメンタリー映画トークアバウトも上映されました。今回のプロジェクトを通して、本当に普段から関わることができなかった行政の方の話を聞けたり、そういったような大きな活動を成し遂げることができたことに対しては手応えはあります。彼らは阪神淡路大震災を経験していないんですね。経験していないものとして、自分たちが自ら語り継ぎとしてやっていこうという意識を持ってもらったと、これが非常に大きな意義だと思ってます。また会場では、東日本大震災をきっかけに制作され、全国各地の被災地の復興への願いを込めた命の一本桜も再現され、参加者たちはピンクの絵の具を使い、思い思いに桜の花びらを描いていました。